南の島からこんにちは、こんばんは。バリトルボン方、おはです。ここです。ここ見えますか？はい、ということで、バリトは今2021年ということで撮っていきましょう。細かい、状況というよりはざっくりと今こんな感じなんですよというのをお伝えできればなと思っております。それではバリトルボン方スタート。はい、でまずですね、バリ島の感染者数と、あとインドネシアという国全体の感染者数はこんな感じとなっております。なんか年末年始からね、かなりインドネシア自体はですね、こうガッと急増したような感じですね。はい、あとは観光についてはですね、引き続きまあ海外からの観光というのは受け入れはまだまだ先というようなイメージで今は NG、 あとは国内からの観光については引き続き OK という感じとなっております。なのでジャカルタとか、スラバヤとかそういう都市からですね、観光の方が来ています。この間も僕の友達、ジャカルタから来ておりましたね。はい、そんな感じですね。で、あと最新の情報としては今ですね、まあもちろんマスクっていうのは、基本的にどこでも外はですね着用しなければいけません。で、着用しないとなんか腕立てをさせられたりね、まあ、罰金だったり、そういう感じとなっていますね。ただこういうまあ飲食店のテーブル、まあ一応ここバーガーキングのテーブルなんでいるんですけど、は外しても全然 OK というような感じとなっております。さすがにね、マスクしながら飯は食えないからね。あとはですね、基本的に今半ロックダウンとまではいかないんですけど、夜9時くらいにですね、飲食店だったりコンビニだったりこういった今モールの中なんですけど、モールとかね全て閉まります。なんで結構みんなね、それまでに晩ご飯を買わないとアウトなんで、デリバリーとかもできないっていう感じなんで、もうほんとそれまでに飯を買わないといけないという感じで、うちのスタッフたちもね、ちょっとご飯だけ買ってきますみたいな感じでなっております。はい、ここからですね、まあ、僕がこうやってあんまりグダグダ話していてもあれだと思うんで、実際に見てもらおうかなと思っております。で、2つに分けます。1個はもう超観光エリア、例えばこのクタですね、クタという街のいろんな風景をですね、この通り今こんな感じですとかね、見てもらえたらなと思っております。で、もう1個の方が後半になるんですけど、この状況でも栄えてるようなエリアっていうのはやっぱりありまして、在住の外国人が多いエリアだったり、あとはもう街中、なんだろうな、ローカルの人が多いようなエリア、そんな方をですね見てもらえたらなと思います。なんかこの観光エリアばっかだけ映して、全然もうバリが壊滅状態みたいに言うのもあれだと思うので、ちゃんと人はねいるよということは、分かっていただきたいなと思って映したいと思います。はい、まずはですね、ビーチウォークショッピングセンター、一時期に比べるとですね、ローカルの人を中心にかなり人が戻ってきております。このモールに入るときはスマホでチェックインといって、大人何人、子供何人みたいな感じで登録する必要があります。ジャカルタやスラバヤからの観光客というよりは、どちらかといえばローカルの人の方が多いのかなという感じでした。そして次はクタビーチですね。あいにくこの日は雲が多くて夕日は見れなかったんですが、ちらほらとお客さんもいたような感じです。以前は一切なかったこのビーチパラソルもですね、また戻ってきて復活してますね。おばちゃんたちも、物売りのおばちゃんだったり、マッサージのおばちゃんだったり、また戻ってきてます。もちろん皆さんも僕もこのクタビーチにはいろんな思い出があるので、こうやって少しずつ戻ってくると嬉しいですよね。はい、それではクタの街中を見ていきましょう。まずここはですね、ビーチウォークの前ですね、バイクがたくさん並んでいます。本当に数ヶ月前はここのバイクが1台もなくて、なんか全然違う場所に来てしまったような感覚がしておりました。そのままパンタイクタ通りを北上するとですね、この辺は大きなホテルですね、まあ、ザ観光エリアなので、皆さんが泊まるような大きなホテルがたくさん並んでいる場所です。大きなホテルについては、まあ、そのホテルによるんですけど、空いていたり閉めていたりまばらな感じですね。やっぱりホテルっていろんな方が泊まる分、いろんな人が働いていた場所ではあるので、そういった方々の雇用の心配がされているという状況です。はい、レギャンですね。ここはレギャン通りと呼ばれる通りで、バリ島の中でも最大級のナイトスポットのような場所となっております。ご覧の通り、ここまで観光地した場所だとですね、シャッターが目立つんですよね。以前はなんだろうな、バリ島の中でも本当ににぎわいを見せていた場所の方が、今はダメージが大きく、こういったシャッターが目立つなという印象を受けています。
このモニュメントのあたりがもう本当に一番中心的に栄えていた場所なんですけれども、今はですね、まあ、昼間っていうのもあって閉まってるんですけど、この間夜行った時もどうだろう、2、3軒空いてるかなというような感じでしたね。今観光客が入れないっていうこの状況がもっともっと続くと、まあ、超観光地だった場所ほどきついなっていう印象があります。まあ、コロナで観光客が入れなくなってだいたい今で1年経つんですけど、場所のまあ賃貸契約ですねみたいなのもどんどん解除する人が増えていて、で安くなってまた出すんですけど、そこにローカル向けのコーヒーショップなんかが出来上がっているという感じです。でこれをずっと繰り返してたら遺跡とかホテルとか以外、なんだろう、海外の人が来て楽しい観光っていうのがなくなってしまうのかなというようなちょっと怖い感じもしています。お次はクタスクエアと呼ばれる場所ですね。ここはどうだろうな、クタのまあ目抜き通り的な、栄えてるような場所だったんですが、今は歩いてる方もおらず、ちょっと静かな感じがしております。ここをねうろうろしたよという方も多いんじゃないでしょうか。僕も観光できた時よくここを歩いて、あ、なんかバレきたなっていう感じがした場所ですね。またハリだったりマック、今だったらファミリーマートとか吉野家なんかがあるような場所となっております。そう、ここ普段はねもういろんな方が歩いてさ、日本人、中国系の方、欧米系の方問わずねたくさんいらっしゃってた通りとなっております。今は結構静かですね。カルティカプラザ通りと呼ばれる通りです。ここもかなりホテルが多くていろんな飲食店が並んでいるので皆さん歩かれる場所ですね。で右手の方にもうちょっとしたら見えてくるのはクタパラディスホテルか、ここに泊まってる日本人の方も非常に多いと思います。この辺はですねやっぱり変わらずめちゃくちゃ静かで、なんだろう、バイクと車のタイヤの音、アスファルトと擦れるタイヤの音がすごく目立つような感じとなっております。はい、そしてディスカバリーショッピングモールにやってきました。ここはそごうが入ってたり、かなり大きなモールとなっております。この裏がね夕日が綺麗に見えるスポットなのでおすすめなんですけど、今はご覧の通りやってるはやってるけど、さっきのビーチウォークほどは盛り上がってないなというような感じです。ビーチウォークの方がどっちかといえばローカルの方が行くようなイメージですね。こっちはなんだろう、高いデパートみたいな雰囲気です。でさっきから道路にちょこちょこある、まあ、両替所とかは基本今は閉まっております。あとはホテルもね たくさんこの通りにあるので、まあ、ざっと見た感じどうだろう、セキュリティの人はいるんでやってるのかな、開いてる閉まってるどっちだろうなというような感じですね。たまになんか飲食店で普通にうち頑張ってやってますみたいな感じのとこもありますが、やっぱりその両隣はずっとシャッターが並んでてというようなイメージとなってます。はい、こちらはですねサンセットロードと呼ばれる通りですね。かなり主要の大きな通りとなっております。街と街をつなぐような通りです。ここで見てわかる通り人がいないわけではないんですよ。やっぱバリ島に住んでる方たくさんいらっしゃるので、それはあのインドネシア人、外国人関わらずたくさんいるので人はいるんですけど、やっぱりさっきのようなあの土観光の場所にはあんまり用事がなくて行かないというような感じになっております。はい、ちょっと日が変わりましてチャングーエリアにやってきました。このチャングーエリアどんなエリアかというとですね、欧米系の方に人気のエリアで、僕らも今ここに住んでるんですけど、どうだろう、どっちかというと在住の外国人が多いようなイメージとなっております。場所的にはクタスミニャクとかよりもっと北ですね。だいたいクタから30分40分ぐらいバイクで走るとチャングというこのエリアにやってきます。このエリアは見てわかる通りですねかなり人がいるんですよ、でレストランとかパッと見ても栄えてるとこは満席みたいな感じの場所もありますし、なんか雑貨屋さんでおしゃれななんだろうアクセサリー選んでる金髪の可愛いお姉ちゃんとかね結構いますよ。まあ、とはいえですねバリ島は観光の場所であってチャングーもその一部ではあるので、飲食店だったりアパレルのお店だったり通常通りの売り上げとはいかずですね、安くしているお店が目立ちます。まあ、50% オフだったり 60%、70%、80% ぐらいまでですね割引をしているお店もたくさんあります。なんだろう、あの観光客がいた時はこの店ってなんかめっちゃ高いイメージあったけど、なんか今めっちゃ安いねみたいな感じです。あとはですね全体的に言うと
ビラとかホテルっていうのがやっぱりなかなか厳しくそうでですね、エアビーとかですね、ブッキングドットコムでかなり安くなってます今。普段は例えばなんか予約いっぱいで絶対泊まれないよねみたいなビラだったり、もう今本当に 2,3,000 円で出てたりするので、バリ島にね今いる方はねかなりお得、僕も含めてなんですけど、そうお得に泊まれたりするんですけど、でもねやっぱなかなか厳しそうな感じはしますね、うん。はい、ということでいかがでしたでしょうか。バリ島は今ということで2021年、最新版をお届けしました。今回見てもらって分かった通りですね、住む場所なのか遊ぶ場所なのかでかなり、差が出てきているというような感じですね。まあ、今後ワクチンだったりそういう問題がどうなるかまだ分かんないんですけど、引き続き何か最新の情報があればこのチャンネルにアップしていこうと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお忘れなくよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリ島旅行の味方、堀でした。